こんにちは。こんにちは。もう少し始まります。足だぴょん。シーンとしたな。まあ普通に本当。すいません。すいませんでした。今日もねこの二人でやっていくんで。はい。お願いします。最初は賑やかだったのにね。はい、もう先週は本当に賑やかで、なんか最近砂辺近辺で俺が死んだっていう噂がちょいちょい流れてるらしくて、なんか飲み屋へよく行ってたんです、砂辺の、うん、ハードリーフ、サンドボックス、サウンドボックス、あ、サウンドボックス、バナナフィッシュ、はい、で行ってて、で行かなくな、まあ琉球大学祭で練習とかあって行かなくなって、行かなかったら足峰さん死んだよってなんか噂流れて、 LINE でみんなから生きてる生きてるって来るんですよ。死んでるって感じ。もう俺もうゲロ吐いた LINE の画像しか送らないです全員に。でそれから帰ってこないです、みんなの LINE が。なんかもうやばいやつ扱いされますね、僕。はい、頑張っていきましょう。楽しくね。はい。楽しく明るくがモットーでございます。いいことだ。楽しく明るくお金儲けをモットーに。それはついてこないおふう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 。鬼たつしみたいっすね。チュラサンビーチ、どこ、会場どこにするんですかね。砂浜、もう完全砂浜っすよね。リング立ちづらいっていうのがあるんですよ。うん。違う。多分あれかな。ああ、でも野外劇場があるところがあるんで。ああ、はい。そっちじゃないかな。ああ。しくった。はい、ねね聞いて聞いて、今週始まりました。イエーイ。パーソナリティはちょんとアッシーです。イエーイ。この番組は FM2 ライン 79.2 メガヘルツでお送りしています。14時から14時55分までお付き合いください。そしてこの番組では皆様からのメッセージをお持ちしています。メールアドレスは fm792@fm-nira.jp です。もう一度言います。 fm792@fm-nira.jp
nirai.jp です。そして懸命に、聞いて聞いてと書いてラジオネームを忘れなく、よろしくお願いします。お願いします。あれ、初っ端、え、あ、忘れてた、初っ端これで入るんじゃなかったのかな。どうも、アシダピョーン。うわー、引いた。完全忘れてた。今ので引いた。うわ、完全忘れてた、本当に。でね、今日のテーマ、今年の順位、何々したいっていうテーマなんですけれども、はい、あ、自分から、いや、まだ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 、うん、というテーマでお送りしたいので、はい、皆様から何か何々したい、今年中には何かやりたいっていうことがあったらメールください。はい、お願いします。お願いします。まあ今年中にね、いろいろ、まあお金儲けしたいやら、お金儲けしたいやら、お金儲けしたいやら、お金儲け、いや、もう本当自分もうガッポガッポ入ってくるように頑張ってるつもりなんですけど、出費しか出ないんですよね。ああ、一緒だ一緒だ、たまらないんだよね。そうなんですよね。だから何なんですかね。だから女も逃げていくっていう。そうなんだ。はい、あの元カノに逃げられましたね。逃げられたんだ。はい、で自分の知り合いはお家からお金が一切なくなったって言ってました。うわ、あのタンス貯金から全部抜かれてたって言われて。バレてたってことね。はい、女の子が男の子に全部全額もう持ってかれてたらしいです。最低。それはあの被害届出せないぐらいの、まあ、被害届出せない仕事をしてる人が、なるほど、ね、女の子が言ってたんですよ。指令の女の子は本当に。なるほどね。そういうことはね、皆さん気をつけてください。はい、ってことはもう完全彼氏だなと思って。うん、いやー。やっぱり働かないとね。ですよね。多分働いてなかったんだろうね。だと思いますね。うん、もう家賃収入入らないかなと思って最近。あのおばあちゃん家が一応アパートやってるんで。ああ、そうなんだ。ただもうボロボロなんですよ。建て替えないと。あの建て替えるお金もないって言われて、うん、え、そうなの。で土地壊す気もないって言われて。じゃあそのまま。そのままです。あ、結構ね、あのアパートってね、アパート系ってね、なんか一つだけ持ってても儲かんないだし。ああ、そうなんですか。って持ってた人が言ってた。あ、うちなんか3つぐらい同じ敷地内に3つあるんですよ。ある程度入ってくるじゃん。ですかね。ただ、うん、入ってる人たちが全員大体老人なので、うん、1回老人、2回あの親子連れ、3回幽霊っていう。何だそれ。たまに変な音が聞こえるっていう。ね、ネズミか猫か幽霊かっていう感じですね。うん、まああそこで自分のいとこが歯を全部前歯折ったんで、あのこけて、うん、階段の手すりの方に歯ぶつけてガラガラガラ、前歯全部ガサってなってましたね。痛そう、それは。はい、でその後大爆笑してました。大爆笑。鏡で見、自分の 顔を鏡で見て。そういうこと、ね、血だらけなのに大爆笑って思いながら。なるほど、なるほど。はい、皆さんもそういうことはありませんか。ないです。最近涼しいよね。そうですね、暑くないよね。今日も車で来た、こっち来たんですけど、なんていうの、あったかい日差しがなんか弱くなったっていう。なんかようやく夏が終わったなと思って。確かに、あの夏は終わったけど秋はまだ頭の中でずっと森山直太朗の夏の終わりの、うん、そこのサビの部分しか流れないんですよ。サビだけ、サビだけ、ずーっとサビだけしか流れなくて、だけリピート、リピートっす。でずーっと物悲しげに自転車を押しながら、あの乗らずに押しながら、なんか切ない切ない。で、あの外人さんに挨拶を毎回されるっていう。
パッと見外人だよね。パッと見中国人っすね。ね、アジアンな感じだよね。もう本当にこの間ファミリーマート、あ、行っちゃダメかこれ。どっかの某コンビニの店員に値段のとこに値段が表示されるじゃないですか。表示されるところに指さされて、ふんふんってされるんですよ。あ、127円ですねって言って、パッて渡したら、で、一言も喋らなくなって、相手が。え、お前、近所だよなって思いながら、ネームプレート見て、はい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 、って出して。俺、そんだけ外人に見えるんですからね。見る人によっちゃ、家の近所に中国人、実家の方が、赤峰なんですけど、中国人のバスがよく止まるんですよ。一回ガチで、ツアーのバスの中に詰め込まれましたからね。はい、入って、入ってってで、わーらーって入って、出ようとしたら、ツアーガイドの人が中国語でなんで立つんですかって言われて、すみません、日本人なんで、いや、しかもすぐそこだし、帰りますって言って、普通に帰ってっていう。危ねえ、拉致されるところ。本気で拉致される。ほんと怖いです。あれ、もう、嫌です。これ、なんか違った拉致の仕方だね。もう本当に。あと、なぜか、東南アジア系のお姉ちゃんにはモテます。いいなそれ。レジに来て、かわいいかわいいって言われます。俺が昔某おもちゃ屋さんでレジをしてた時に、うん、東南アジアの人が来て、かわいいかわいいかわいいって言って、おまけしてっていう意味なのかなと思ったら、かわいいだけで帰ってきたんですよ本当に。なんだろうこの人たちと思って。ただからかわれただけですかね。その時は21歳でございました。かれこれ300年前だ。ですね。そっかそっか。で、本題入って、何々したい、はい、今年度中何々したい、何がしたいですか。今年度中にですね、ちょっと映画みたいなやつを撮りたいですね。映像集を PV とかもう今ちょっと作ろうかなと思ってまして、で、うん、一応、まあ、自分琉球プロレス同好会の特別顧問なんで、うん、この試合の映像をアップしてるんです。1週間で 50回見られてるっていう。俺的には拍手なんですけど、大体部員しか見てないっていう。じゃあそれ今からだね。今からですかね。今からただ自分は第1試合なぜか特別顧問なのに出てるんで、見たくないです。まず見れる試合じゃないっていう。そう、そのまんまの変態キャラクターでやってるんで。マジで？いやガチで、あれはしかも技もまあまあ地味だけど痛いっていう。で、場外乱闘で逃げ回って2人ともギャーハーハーしながら最後またリングに戻ってやられるっていう。あのリングって、はい、痛いの？痛いですよ本当に。中にウレタンが入ってるんですけど、うんうん、まあ、ウレタンの下は板なんで。ああそういうことか。はい、スポンジ、全部スポンジじゃないです、全部スポンジだともう立てなくなるんで。だからバーンってやられたら本当に俺まだ試合終わって2週間目、うん、右肩神経痛いっす。ダメじゃん。なんか やられてます。危ないじゃん。なんで一般素人の方は試合をしないようにお願いいたします。危ないじゃん。本当危ないですよ、あれを受け身取れないと本当に。試合終わった後に相手から、うん、おい大丈夫かって言われて、はお前誰に向かって喋ってるわと思いながら、二十歳の子に、なんか一応俺がヒール役なのに相手がヒールみたいな感じで言ってくるんで、
ヒール役面白いっすね。ヒールというものは悪役と言いまして、ベビーフェイスが正義みたいな感じですね。まあ悪役はやってて面白いですね。でその前に自分は必ずお客さんに餌付けします。お菓子配ってますずっと。あ、そういうことか。はい、お菓子配って俺が出てきた時に拍手を求めるんです絶対に。それはいいことだ。で本当にもらってない人は拍手しないんです。そうなんだ、はい、分かれるんだ。分かれます分かれます。てか俺はお菓子全員分も持ってきたつもりが、もう試合始まったらそれ以上にいたんで、なくなったから戻ってもう試合の準備してて出ました。そしたらもうそれ以上のあと2袋分必要みたいな感じのお客さんがいっぱいいて、楽しい、楽しかったっすね。子供がかき氷食べてて、マジで食べたくなって、あって口でしてたら子供がずっと固まって、怖い、怖いよ。えみたいな。恐怖恐怖。でお母さんがほら食べたいってほらあげなさいあげなさいみたいな餌付け、俺が逆に餌付けされてるんですよ。そっか、餌付けするね。さっきもらったよねって言って、ちょうだいって言ったらやだって言われました。拒否られた。はい。で外人の子にも拒否られました。5歳ぐらいのアメリカの金髪の可愛い男の子。お客さんって割合的に男女外国人どっちが多い？日本人で、プロレスワンファンが8割、学生2割、学生1割、あとは通りすがりが1割。けど通りすがりの方が奥で結構見てるんですよ、日陰の方で。で選手とかは日差しの方でもうずっと試合してるんで、まあ、近く寄っていいですよって言っても誰も来ないんですよ。来ないだろうね。でリングで火傷するっていう選手が毎回。そっか、外か。外です。でなぜか試合開始が3時なんですよ。もう本当に太陽が真上の時にやるんで、リングのロゴがあって、ロゴが50度ぐらい、そこに抑え込まれたら本気でワンツーの前にワンでもうあーってなるんですよ。なりそう。いやあれは厳しいっすね。何人ぐらいのプロレスラー？ですね、学生がですね、1,2,3わかりません。わかりません、ね。互い学校が多いんで。留大生が少ないんですよ。留大生が4名、で他大学の名前だけの人たちが6名ほどかな。10名。で OB も結構いるんで、OB も普通に試合していいんで。そうなんだ。はい。なんでちょっと試合出たいなとか、このセコンドにリングの横で選手を応援したいなと思う方は、琉球大学の方にプロレス同好会の方に話してもらったら、全然練習とか見に来てもらったり、セコンド入ってもらったりとか。逆に直接発信に言えばいいんでしょう。あ、全然もう大丈夫です、自分の方に。ということなのでメールください。ぜひぜひ。あ、私の文句以外でお願いします。はい、やりたいことは、ですね、また言いますけど、今年中に PV と映画を作ることです。あと今スピーカーを作ってまして、自分でスピーカー、はい、おー、それを今年度中に完成させることです。本気の大きいスピーカー作ってる。マジで？マジです。おー、今ハイのやつはできたんですよ、箱だけ作ればいいんで。中身は
中身は売ってます。てかスピーカー全部中身は売ってます。てか中身作ろうとしたら多分何百万かかりますだよね。そういうことか。はい。ただあの組み合わせによって音の音色が違うんで全然、うん、だ自分が好きな感じにしようかなっていうのは。それはそれだよね。はい。ですね。なんでハイが強いんですよね。全部お家のスピーカーが。そうなんだ。はい。じゃあやりたいこと、この年もう10月入ったよ。あと2ヶ月っすよね。難しいじゃない。あと1個ありました。今年度中に彼女を作りたいです。多分それはもういいかな。あれ？そこはする人ばっか。ではチョンタさんはどうですか。何か今年中に。やりたいこと、やりたいことを考える。やりたいこと、また戻るっていう、一マス戻るじゃなくて最初に戻るになってますけど。ああ、本当にね、やりたいことね、とりあえずやりたいことは全部計画してやってるかな。ああ、計画通りに行けばいいかな。いいですね、計画できる人。自分計画無計画で毎回やるんで。いや、あの無計画の方が面白いじゃねえで、じゃないですか。いろんな人と出会うんで。まあね、まあね。でもやりたいことをやっておかないと後で後悔するから。あのやりたいことをやろうとしたら大体あのどっかで引っかかるんですよね、足が。でバタンって倒れてそのまま置いてかれるんです。そうなんだ。一応できるかどうかやる。それでもいいじゃん、一応。失敗したら失敗したで経験だし。まあそうなんですけど、失敗が超もうくじくんですよ。刺さるんだ。ずっと家から出ないっす。ああ、それ痛い。それ昨日は家から出なかったな。一日寝とけしてたな。もう俺最近ずっとドラマ見てますもん。あの昨日ハワイ 5O っていうドラマがあって、あのハワイの特殊警察なのかな、あれは鑑識なのかな、のドラマがあって、ハワイなのにハワイの警察のこのいとこ、まあ姪っ子がメキシコで拉致されたと。でハワイの人たちがメキシコ飛ぶんです。でハワイから話がメキシコに全部移動してるんですよ。えっと思いながら、それでメキシコのマフィアと今やり合ってます。だからあのハッと思うんです途中で。なんで、なんなんですかね。もうハワイ飽きたんじゃないでしょうかね。 やりすぎたとか。多分かれこれ10年ぐらいやってる、海外の10年5年かな、うん、ドラマなんで。あ、結構長いね。まあ韓国人の方も出てたりとか、あとはあれですね、ロストで有名なおデブちゃんの、ヒゲモジャのおデブちゃんの、ロストだっけ、ロスト、あの飛行機が落ちて20数名が島にたどり着くって、あそこの中のあのヒゲモジャのおデブちゃんが、あの一応このパソコンマニアの役なんですよ。でその人もこう出てて、まあ面白いことをやったり、あとはマシオカさんですね、あのヒーローズの、うん、もうあの鑑識で出てるので。あ、そうなんだ。はい、いろんな人出てるの。なんで面白いですね。映画好きじゃない、ドラマ好き。一応何でも好きなんですよ。あ、で今あのこの間三浜セブンプレックス、うん、に味見に行こうと思って行ったんですよ。やってなくて。え、まだやってないんだ。いや、やってるんですよ、9月30日に。だよね。三浜だけあのやってなくて。あ、そういうことか。はい、那覇まで行ってください、それからライカムでって言われて。うわ、そういうことか。はい、あの本当に佐藤健の肉体美、なぜあんなゴツゴツなるんだと思いながら。鍛えたんでしょ。です、多分そうですよね。あのもう
シックスパックの横が、あのシャッシャって なってるんですよ。嘘だろうと思いながら。いやあれはあの肉体美は男でも女でも好きになりますよ。うん、それはなるだろうな。本当だ、やってない。やってない。なかなか。ですよね。なんか読みたもか。読みた？違うのかっち。ライカムですか。ライカムってあれは。どこになるんで、沖縄市ですか。あっちは沖縄市、うん、なんか中部特集会のバスで俺たまに普通に行くんですけど乗れるんだ。乗れます乗れます。ただあの8時何分とかなんで朝のもう乗って、で全員患者さんが乗るんで、うん、満杯になるんですよね。なるだろうな。で朝中部特集会のエンダで飯食って、そのままライカムです。目の前じゃん目の前じゃん。まあ皆さん真似しないように。まあね、ということでここで、はい、一曲流したいと思います。はい、シンディ・ローパーの Girls Just Wanna To Have Fun っていう曲を流したいと思います。イエーイ。それでは聴いてください。はい。あ、違うのもらえた。あ。ちょっと待ってよ。これだ。あ。二つあるじゃん。これ誰が知らん人なんかやっぱ緊張すると喋り早くなりますね。うん、それ直したいですよね。一人でやったらね、一人でやったらね、喋りがねわざと遅くなる。ああ本当ですか。一人でやらないですよ、俺絶対に。最初早かったよ。ネタいっぱいそれってても30分ぐらい通るわけさ。やべえと思う。いや、俺もともとこれリングアナウンサーの時からもう早口でめっちゃ言われるんですよ、うん、緊張するとすごい早口になるんで。今2人だからまだ話し続くけど、一人だけ厳しいよですよね。最近面白くなってきたところだったね一人でも一応いけるじゃんと。ただ面白いか面白くないか別でしたですね。一応誰かに手振っとこ。後半おやつなんだ。はい、後半おやつの時間なんだ。了解です。でユースタソンは流れてるんで。あ、はい、ずっと手振っとくっていう。うわぁ、何したい、 何したいかな。あ、この間のキャベツさんです。キャベツ姉さん今日これなかったね。俺自体はキャベツ姉さんって呼べばいいですかね。キャベツさんって呼べばいいですかね。キャベツ姉さんでいい。姉さんでいいですか。めっちゃ年下のなんですけど、うん、知ってる知ってる。子供たちに手振っとこうって子供たちいねえや。ちょっとさん、T シャツもらえます？持ってきてよ。あ、マジですか、うん、お、減ってる気がする。
まだ減ってないな。マジっすか。一応、育成ルームかな。一個育成だった。あ、どうぞ。俺じゃない、俺育成じゃない。L だな。 L か。 L 上げたのこの間。これが多分 L なんですよね。あ、M か。けどアメリカンなんですよ。あ、昔の。はい。はい、お送りしました。新人のパンガーズジャスワナというハブでした。イエーイ。知ってましたね。あのタイトルだけ。知らなかったっていう。そう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 。結構懐かしい曲ですね。はい。これは。もうシンディ・ローパーって言ったら、タイムアフタータイムでしたっけ？うん、そうそうそう。もう、がずーっと CS で流れてるんですよね、海外ドラマで。で、また海外ドラマの話になるんですけど、あの、今面白いドラマがありまして、あの、H.G. ウェルズが現代にタイムスリップで来たらっていう、あのあれですね、この切り裂きジャックでしたっけ、あのジャック・ザ・リッパーもこの H.G. ウェルズの友達で同じタイムマシーンで別々に来たっていう設定なんです。でそっからそのタイムマシーンでいろんな時代に行って、このまあこの今の現状、まあ悲惨なことが昔ありましたよっていう、この自分たちの未来は悲惨なことしか起こらないっていうのに H.G. ウェルズが驚愕して、けどそれをまあもうこれは起こったことだからしょうがないで H.G. ウェルズは捉えるんですよ、ちゃんと自分がもう変えると。タイムパラドックスっていう現象が、時間の変異があるから変えられないっていうことで、そこはちゃんと設定がうまい具合にされてるんですよ。それ面白そうだね、はい。でジャック・ザ・リッパーはめっちゃ人殺します。はい、殺すか。はい。でめっちゃ色男で、女の子クラブ行ったら絶対女の子から声かけてきて、まあ、女の子の家行くんですよ、飲ませるんですよ。で飲ませてベッドに行かせます。まずあのナイフを腰に隠してたりとかして、もうめっちゃ怖いっす、ね、あれは怖。もうなんかまあこれネタバレなんで言わないですけど、まあいろいろ悲しい、最近見たのは悲しいジャック・ザ・リッパーの悲しい、まあ過去なのかな、あれ未来なのかな、過去の人のジャック・ザ・リッパーの知り合いの過去の人の未来をやってたんで説明が難しいんですよ。難しいね、難しいね。これ見ないとわかんないね。はい。ってことで皆さん見てみてください。あの DVD が多分もうすぐ出るんで。やったー。ってことで今週のおやつ曲でーす。これは何ですか？チップス、フレンチサラダ味。フレンチサラダ味ってことは普通のポテトチップ。そっか、そっか。普通。大丈夫、食べてみよう。食べてみよう。じゃあ俺からね。はい。すみません、皆さん、これ放送事故じゃないですか？これバリ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 っていう音。どうですか、お味は。ちょっと脂が乗ってる感じですか。ちょっと乗ってるんだけど、痩せなるしねって大丈夫そうなんだけどほら。食べたいな。た。じゃあ一枚いただきます。
わー、おいしい。わ、これって音乗っけていいですかね、バリバリって。大丈夫でしょ。あ、好きっす。大丈夫でしょ。野菜野菜してないから大丈夫と思うんだけど。結構これ外人の人あんま多分好きじゃない感じですね。外人の人は多分もっと味濃い方が好きだろ。あの外人と同じ舌持ってるんで。じゃあいいね。これ194カロリーこの一袋で。あの全くカロリーを気にしないで何でも食べるんで。え、もうあれでしょ、あれやってるからですか、プロレスとかもういてるからですよ。はい、なんですかね、うん、本当は食べちゃいけないですよね、プロレスとかやってる。あの普通に食事制限とか。あ、普通になるんだ。あの知り合いのレスラーは夜のご飯は全部鶏の胸肉なんですよ。あの茹でたやつ、茹でたやつを冷凍してまた解凍してちょっとドレッシングかけて食べたりとか。それだけ？はい。あの某エイサーエトっていう選手が、それだけだったらおかしくない？いや、それをめっちゃ食うんですよ。食ってちょっとまあ実質に戻って多分トレーニング軽く寝る前にして12時にはすぐ寝ます、彼は。うん、あの普通の人にしては規則正しいね。はい。あ、で多分チョンタさんの後ろの方にもあのポスターがあるんですが、うんうん、鬼田敦さんが来るらしいので、私全く会ったことないんですが、あのリッキーさんには会ったことあるので、リッキー富士さんには。あのついでにどかバンドのボーカルをされてるらしくて、一回ステッカーもらったんですよ、はいはい、それをパソコンに貼ってて、うん、でそのパソコンを売るっていう。俺はお金がなくて本当にもうパソコンを手放すっていう、うん、それはいつですか。3年前ですね。リッキーさんには申し訳ないと思いながら。で今回のそのプロレスはいつですか。10月21日に沖縄の豊崎のチュラサンビーチで18時試合開始ですね。で会場が17時になっております。でお金がですね、私目が悪くてちょっと見えないんですが、リングサイドが1万円はいはい、前日ん前料金ですか。こうまた当日になるとちょっと増えるんですが、プラス500円ですね。はい。まあ前日料金だと1万円で、指定席が5000円、自由席が4000円、一般立ち見が3000円で、小中学生立ち見無料だって。お、すごい。小中学生みんな来て、面白いよ。あの電流爆破マッチってめっちゃすごいですよ。あれでしょ、ロープの方に行ったら、あの乗ったら電流が爆発するやつでしょ。はい、あれあの普通のロープじゃないんですよ。あの鉄柵、あ、有刺鉄線、有刺鉄線なんです。うわ、痛いじゃん。だから大仁田さん、バーンってあのロープ戻ると血だらけなんですよ、完全に。よね。いや、痛い痛いと思いながら。絶対俺あの試合しねえと思いながら。てか俺レスラーでもねえし、と思いながら毎回。第一試合出るんでしょ。出ます。これ完全に俺、あれです。知り合いのレスラーに知られたら怒られるやつっすね。だから、いや今回はあの人が足りなかったんで出てって言われて、うん、っていう感じですね。でチョンタさん、何かあります、僕に質問は。質問、何をされてる方ですか。なんですかね、
あれです。まあ普通の日はピザ屋さんっていう、某ピザ屋さん、ドピザですか。ドピザ屋さんで、たまに音響やったり DJ やったりで、映像の方も触れるんで、プロジェクター、お家を完全に今、シアターにしてるんで、それで昨日はずーっとジュラシックパークの新しいやつって何でしたっけ？ジュラシック、なんかあったね。はい、あれの DVD 持ってるんで、それを3回ぐらい見てます、毎日。面白いんですよね、新しいやつでしょ。新しいやつで見す。ようと思ってまだ見てないんだ。あれは本当に、人間が恐竜を手なずけるっていうか、もう仲間意識を持たせるんですよ。それが超すごくて。この、まあ、何サウルスだっけな。いいと、あの、ちゃんと覚えてないっていう。まあ、ラプトル。凶暴なやつがいて、まあ、すばしっこくて、デルタガンマ、なんだっけな、忘れた。まあ3匹いるんですよ。あ、それ故障名つけはてい。ことね。で、人間が、まあ、トップだっていうことを教えてやるんですけど、なんかやっぱ嫌いな人が来ると暴れるんですよ。その恐竜が。ファーって言う。で、まあ、いろんな場面で、最後研究所に入ってきて、その人見つけた瞬間、噛み殺しました。その瞬間も大爆笑です、俺だけ。ははははは。そこが違うところだよ。そこが残念なところだよ。よく映画館行くと、笑うとこが外人と一緒なんです。ブラックなんだ。なんで、大体外人いると分かります。一緒のとこで笑うんで。日本人が笑うとこで、うーんと思うんですけど、なんか外人のブラックジョークが分かるっていうか、なんか、やっぱり外人なんだよ。俺やっぱ外人なんですか外人ね。なんだよ。外人なんですかね。昔拾われたんだよね。よく言われます。よく、お前は橋の下から拾ったって親に言われるんですけど、親は同じ顔してるんですよね。俺も橋の下に拾われたんだよ。でそうも、いうことおね。前橋の下から拾われたか、たまに双子だったって言われて、双子のお兄ちゃんの方で、あ、弟の方で、間違ってお兄ちゃんの方捨てたって言われました。それ一回探しに行きましたけど、ガチで。それ嘘だったでしょ。嘘でした。それ母親に言うと、たまに「は？」って言われます。あ、で、最近母親情報があるんですが、なんですか。母親が、まさかの65歳なんですけど、アフロでして、アフロなんですよ。本人もアフロって自覚してるんですよ。しかも四角なんですよ、頭が。四角いアフロ。四角いアフロなんですよ。なんで四角いアフロは嫌だって言って丸くして髪留めで留めてるんですけど、俺が毎回取るんですよ、髪留めを。パチンって取って。で、四角くして、で、ちょっとやっぱ薄いんですよね。まあ65歳なんで。で、髪の毛いじくってたらガチで切れられます。もう、いや、うちの母親は、天然すぎて、面白いです。そう元保育士なんですけど、なんとなく分かった。ずーっとなんか、なんですかね。自分がバナナが食べれないんですよ。食べれるの多くないか。いや、多いですけど。バナナがダメで、ダメなのに、誕生日ケーキって言って、なんか言うそうでまあ、すね。
買ってくるじゃないですか、うん、やったーって思ってパッて開けます。バナナケーキ誕生日おめでとう。まずその上だけプレート、あのチョコレートのプレートだけ食べて中身食べないっすっていう。うわ残念。もうきついっすね。で普通にその後に普通の誕生日ケーキ買わせに行かせてもらってたからね、親に。普通のって親はそれが普通だって。親はそれもうバナナケーキが食べたかったって言ってバナナケーキ買ってくるんですよ。その気持ちは分かんないでもないんだけど、ただバナナが食べれないって言ってる人に対してバナナケーキを出すっていう。でうちに絶対バナナを置く、分かります、バナナ置き用のあれがあるんです。そこに毎朝バナナが かけられてるんです。で匂いもダメなんで本当に。匂いもダメなの？はい、吐き気がして分かんない。うおっ！で前もう毎朝もう今に行くとうわってするんだよ。で人がもうテレビ見るときにバナナを食べ出すんですよ、うん、グリラのように本当に。来るなってことじゃないテレビ見に来るで俺もう母親と会ったときに、ねえチンパンジー元気って聞いたら、うん元気だよって言うんですよ。もうチンパンジーって自分で分かってるんですよ。面白いかで父親ゴリラです。本気のあのフレア一向にのゴリラです。なんであの類人猿ですね、両親とも。で家族構成が母父姉二人で、姉二人の長女が元100キロ、今多分85まで落ちたんですかね。なんで一回100キロの時に本気で、ね姉ちゃん女子レスラーやらんっていう話したらグで殴られました。もうガッチのこのまあスカウトをしたら殴られました。で次女がまあもともとサッカー、高校の時サッカーやってて県代表のゴールキーパーでした、ね。で、まあ実家の俺の部屋のドアに毎回ボールをぶつけるっていう。めっちゃそれがムカつくんです。しかもドア開けた瞬間にちょうど顔に当てにくるんですよ。うわそれは面白い。バーンって。で俺がうずくまった時にハハハハって笑い声聞こえるんですよ。それは面白いな。もう前それきついっすね。もう怖くてこっち開けれないですよ本当に。でなんかまあうちの自分の部屋の隣が長女の部屋なんですよ。テレビの音量13でもうるさいうるさいって言ってどんどんするんですよ。13って結構ちっちゃくないですか。でその割にお姉ちゃんのテレビの音量20とかなんですよ。だ 何聞いてるか分かるんですよ。でもあこの映画見てんだなみたいな。はあまた韓流と思いながら。え韓流好きなんだ。はい、なんか見たらハマるっていうけど見る気しない。なんかしかもいとこも韓国人なんですよ。そうなんだ。はい、違います違います。もうキムさんっていう、うん、で娘さんが今2歳かな、うん、この韓国の年で言ったら、うん、ヘミちゃんっていう超ブサイクなんですけど可愛いですよね。超可愛いですよ。ブサカワなんです。もう笑った時のあのカバみたいな顔、ええってねえええー、カバーと思いながら。なんですかね、俺ブサカワが好きなのか。そうじゃない。ですかね。まあ元カノも可愛いのもいたらブサイクなのもいたなとは思うんですよ。人間あれなんだよ、年齢が大きくなればなるほど顔でやらぶし。ああ
まあ最近、まあ出会いもないんで、全く本当に。そっまか。あ、はい。まあいろんなとこ行くんですけど、いろんなとこ行き過ぎじゃん。行き過ぎなんですよね。行き過ぎて、隣、まあ飲み屋大体行くんですよ。飲み屋行って、ずーっと隣の人を観察してるんですよ、飲みながら。ところじゃないな。はどっちかといえばこういうところでもないんだけど、なんすかね。フルーツって言えば好きな女子いそうだけど。いるんですけど、ちょっと、あれなんですよね。なんか自分の価値観と違うんですよ。自分、やっぱスタッフ側なんで。スタッフ側は、まあ、この調節とか照明とかやるんですけど、このまあ口出しされた日にはちょっとイラッとくるんですよ。なんであの人にもうちょっとこの照明当てないのとか、当ててるしと思いながら、だから照明のワット数が低いだけだしと思いながら、てかまずあの選手がまずこの立ち位置間違ってるからと思いながら、ずーっとこうやるんです。そういう時もあるんですよね。指示違いとかってたまにあったりあるんで、そういうのが一応これは本当裏の話なんであんま言えないやつ。まあそこは置いとい て。何ってことは何でも屋さんってことだでね。も屋さんですね。なんでたまに本当に何か言われれば普通にお家の家電とか直しに行きますよ。本当に何でも屋さん。もうお家帰ったら大体配線いじってますもん。怪しいというか、怖いというか。今家にウェアラブルカメラが2台ありますからね。マジで。だからもう今から3台4台増やそうかなと思って、安いやつを。安いやつがやっぱし簡単に手に入るようになってるんですよ。安いやつが3500円から。はそんなもん今。い。で、メモリーカードが必要なんで、それだと。で、メモリーカード代はまた別でっていう。あれ全部上書きしていいの？いや、取ってたら。もうメモリーがいっぱいになったら取れないです。安いこと。はい。それも上書きしていけばいいのに。けど画像も結構いいですね。で、1024の800だっけな、画素数は。多分、皆さん、聞いてる皆さんはどういうことだろうっていう、わからないことだと思うんですけど、それはググってください。ググってください。本気でググってください。あと16対9っていうのもググってください。4対3も。そうだね。はい。そこは大事だね。そこ大事です。確かに大事大事。最近の皆さんが見てるものテレビが16対9です。で、昔のブラウン管のテレビが4対3っていうタイプですね。俺もこれ、イベントスタッフの裏に入るまで知らなかったんです。これはうちの業界では普通かな。もう一応なんかお客さんにこれ「ブラウン管」って言われた瞬間に、あ、今ブラウン管もうないですよって言ったら、えって言われるんです。たまに、あ、前、この家電製品屋にいた時に「えブラウン管ないの？」って言われて、何で見たらいいテレビみたいな、あ、液晶ありますけどって。まだ液晶だったんですよ、そこはプラズマじゃなくて。で、そのプラズマじゃない、液晶テレビ、2日後に戻ってきました。アンテナがなかったっていう。そっちか。そっちはもう自分で用意してくあれれでよ。す。地上波から、モンスターズ建築でしょ。変わった時ですね。見れないって言われて。もう大変でしたね。で、俺、アンテナ持って、その人の家中、駆け回ってましたから。で、毎回電話で、お客さんに今、レベル何ですか？ 9 って言われて、マジ上に行っても9って言って。で、横行っても9。また、右、左行っても9。で、行って、下行ったら40。あ、映るって言われて。
その人の家のアンテナ玄関にあります。あ、ダメじゃん。一応あの今持ち運び用のアンテナがあるんで、それをまあつけてもらえれば大丈夫なんで。なるほどね。はい、あの私の電気の豆知識という、勝手に今コーナーを作りましたけど。じゃない、あでもこれコーナーですよ。あの何か一つ豆知識を、豆知識を、今日電気の知識いいね。はい、あとじゃんけんに勝つ豆知識っていうのも、じゃあ次回、うん、次回ね、次回。あの意外、いや本当に俺これ毎回試してるんですけど、大体8割方勝ちます。はい、あと2割は自分の失敗です。本当に簡単なんですよね。あの俺だい、メンタリスト DAIGO さんの本読むの好きで、で見るんですよ。じゃんけんの勝ち方っていうページがあって、うん、もうその通りです。そうなんだ。はい、じゃあ来週楽しみにしとこう。けど俺これでなんか負けそうなんで怖いと思って今。来週だから15日か、15日じゃんけんの話だね。わあ怖よし、それなりに1対1の場合、1対1の場合ですね。じゃあ複数いたら使えないじゃん。けど複数いた場合でも一応使えます。うん、まあ、そこまでにしとこう。そこまでです。そこまでです。そこまでです。ってことで、もうそろそろ終わりの時間来ましたね。はい、これ最後にメールをちょっと読んで、皆さんこちらにメールしてもらえれば助かります。嬉しいです。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはfm792@fm-mirai.jp です。もう一度言いますね。fm792@fm-mirai.jp です。そして懸命にねえねえ聞いて聞いてと書いて、ラジオネームの方も忘れなくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、完全に忘れてました、喋るの。まあ、曲に乗ってましたね、自分。この曲、男子だけの時のエンディング曲、はい、ああ、自分好きなんですよね、あのこのグループ、うん、あの名前何でしたっけ、忘れた、またこれペンタトニックス、あ、ペンタトニックスで、元々のなんだっけな、あのロボットのダフト、あ、ダフトパンクも好きなので、うん、よくダフトパンクのやつで DJ で遊んでます、家で、一人で。うん、さあ、はい、終わりに近づいてきました。はい。あ、ガチョーンでしたっけ？そうそうそう、ガチョーン。なわけないじゃん。ということで、皆さん聞きいただいてありがとうございます。来週も日曜日の2時からやりますので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。それでは、せーの、チャオ。チャオ。